ゼロから教えてホリエモン。日本では今急速な、まあ、円安来てますが、ちょっとこれもですね解説していただいてよろしいでしょうか。今の少し前 の、 そのアメリカのインフレの話ともつながってくるんですけども、はい、結構アメリカのインフレって大きな問題になっていて、まあ、賃金も上がってて、まあ、株価も少し前までは上がってたので、まあ、買えるんだったらいいんじゃないかっていう面もあるんですけど、みんながみんな賃金上がってるわけじゃないんですよね。経済指標で 8% のインフレってものによっては 20% 30% 上がってるものっていっぱいありますし、向こうでもウーバーとかめちゃくちゃ高くなったりするので、そういう意味でこう生活が困るっていう人は結構増えてきてるんですよね。まあ、必死にそれを防ぐためにアメリカの中央銀行の FRB は今ものすごい勢いで利上げをするというふうに言っていて、それは少し前のコロナ対策から劇的に変化してるんですよね。それだけ姿勢が変わったっていうことでアメリカの金利はものすごい勢いで今上がってきてるんですけれども、一方で日本はそこまでインフレもすごくないし、日銀はまだまだ緩和するって言ってるので、日本の金利はあんまり上がらないっていう状況で、結局まあこの青い線がアメリカの金利、2021年の頭からなんですけど、最近結構上がってますよね。で緑の方が日本の金利でわずかばかり上がってますけど、まあ、ほぼ横ばいで、赤が為替なんですけど、まあ、この青線にほぼ比例して動いてるっていうことで、まあ、結局そのアメリカと日本のインフレの差、あと金融政策の差で、一気に円安ドル高に来てるっていう感じですね。ちょっと前まで115円とかだったのがもう130円とかいったりしてるので、これは歴史的に見てもかなり短期間での急激な円安ドル高になってるっていうことですね。今後の流れってどうなるんですかね。まあ、基本的にこの緑の線は、ね、まあ、日本日銀の金融政策はまだそうすぐには変わらないので、まあ、問題はもうアメリカの方ですよね。これでまあインフレがうまく落ち着いてきて、 FRB がそこまで激しい利上げもしなくなって良くなってきたならば、株価も落ち着いてくると思いますし、円安も緩やかになってくると思いますね。ただ、インフレが落ち着かなければ結構大変で、さっき言った需要の要因にしても供給の要因にしてもすぐに収まるか分からないし、原油だって小麦だってロシア情勢次第みたいなところもあったりするので、まだまだ高いインフレが長引いちゃう恐れがあるんですよね。そうすると FRB としては利上げをもっと続けなきゃいけなくなるので、その場合はまた円安ドル高になるかもしれないですね。本当にまだ円安ドル高進む可能性も結構ありますし、あとまあポイントとして中長期的に大きいかもしれないのは、海外株投資とか増えてきたりしてましたよね。若い人たちも結構アメリカ株買ったりするっていう。でもし円安がずっと続いていくのであれば、円資産持ってると自分の購買力ってやっぱり落ちちゃうわけですよ。例えば今1ドル100円だったのが1ドル130円になってしまった場合って、1000ドルの iPhone って10万円が13万円になっちゃうわけですよね。これが150円もし170円とかっていう世界になっていくとすると、ずっと円を持っていて預金で寝かしていたら100万円っていうお金は減らないかもしれないけど、海外のものを買う力っていうのは弱まっちゃうわけですよね。スマホだって海外のものですし、エネルギーだって輸入に頼ってるわけですし、輸入の依存度っていうのは強まってきてるので、まあ、そういう点で海外に資産持っておいた方がいいっていう人が増える可能性ありますね。それで保守的だった国民がアメリカの資産とかを持つようになり始めると、それはそれで新しいお金の流れが生まれてしまうので、生まれてしまうって言ったら悪いかもしれないですけど、円安ドル高が一段と加速する可能性はある、キャピタルフライとか、まさにそうですね。悪いことが出るとそうですね。そのイノベーションを推進するためのさまざまな施策は打てたはずなのに、はい、僕からすると全く打ってないようにしか見えないわけですよ。堀江さんからすると例えば 何がやれてないですか。例えばですけども、その成長分野への重点的な投資ですよね。まあ、実力は当然だから米中に比べるともう明らかに経済規模は小さいわけで、相場な的に投資をするっていうのは結構もう国力からすると僕は難しいと思ってるわけですよ。でも相場な的にやってるじゃないですか、はい、だけど日本が勝てる分野ってもうあんまりないと思うんですよ。でそこに対して投資をしてない部分が結構あるなというところが僕はすごく気になってて、まあ、一ついいことは観光分野にものすごく投資をしたのは、投資というか観光分野のその、まあ、規制緩和ともいえない、前ね、菅さんがおっしゃってました、岩盤規制を横口を通したっていう、その話をされてましたけど、はい、そのインバウンドの観光客はコロナ前で3000万人を越したわけですよ。それはやっぱり日本ってすごい自然が豊かで素晴らしい観光資源があるんだけれども、全くそれをポテンシャル生かせてなかったんで、やりましょうっていうことをやって、ビザの発給権を緩和して、入国管理局の職員数を増やしてっていうことをやったわけですよ。実は大してお金かかってないんですけど、そういうことがいろんな分野で起こっていかなければいけないっていうことを、なんかあんまり主導してないなっていう感じはしたんですよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。